ワツミワムシ属リムニアスは、固着性のワムシ類で、小虫の入っている生涯に、感情の線が入るのが特徴である。以下、主に本属の種である、ワツミワムシリムニアスメリセルタの記載に従って記す。生体のメスは、水草など、水中の植物の表面に固着して生活する。個々の個体は、それぞれ単独に固着し、軍隊を作ることはない。個体のすぐ、 肝室は、まっすぐな円柱状で、先端に向けてやや太くなっている。肝は硬化した硬質、あるいは角質に似たもので、透明で硬い。その表面には全体に、密な感情のあばら状の縄文があり、その部分は少し突き出している。肝室の大きさは、長さ0.8から1ミリメートル程度になる。体の先端には大きく広がった頭間があり、これを広げて、 専門で水流を作っている。頭管は大きく左右二つの列片に分かれる。頭管の後部背面には七個のはっきりした角状の突起があり、それらは横並びの列をなして縦三列に並び、中央に三個、前後に二個ずつある。頭管の覆面側では繊毛体が入り込んで、ロート状の口を形成する。この部分の近く、 頭幹部すぐ下の覆面には腹植手があり、これははっきり突き出していてその先端に束になった感覚毛があってよく目立つ。沈水植物の多い地層や湖の沿岸などに見られるが、それほど多くないとも、地層や川底などに普通とも。同じくマルサヤアムシ科に所属するマルサヤワムシ属フロスキュラリアのものは、 本属と同じように円筒形の間室で固着して生活するが、間室の壁が昇級を積み上げたものとなっている。また頭管が4つの列片に分かれる点でも異なる。以下、主として、水野、高橋編長、P299、水野、高橋編長、P299、水野 P43、ありがとうございます。